お会いして皆さんご機嫌いかがでしょうか。再びチャレンジモードの試合をお送りします。チャレンジモード第15戦オランダレジェンズ、実況は私八塚博士、ピッチにはパンツェッタジローラモさんがいます。ジローラモさん、よろしくお願いします。前半の45分が始まりました。どう攻めるんでしょうか。流した、うまくスペースを使います。切り返した、ゴール前チャンスだ、裏をついた、止めた、様子を伺います。抜ける、様子を伺います。矢村、ディフェンダーの素晴らしいカバーリング。ここで前半戦が終了、両者無得点。さあ先手を取って優位に進めたいところでしょう。後半のキックオフです。一瞬にしてゴボを抜き、ゴール前チャンスだ、ディフェンダーをかわした、押し込んだ。後半5分、ベルバーグ、チャンスを逃しませんでした。様子を伺います。マルドラド、ゴール。後半10分、デムール、オランダレジェンズ、コースは空いてます。あー、ゴールイン。後半31分、クラムフェルト、確実に決めました。ここで主審のホイッスル、試合終了です。終わってみれば2対1、ブリッツ惜しくも1ゴール差で敗北しています。さあコーナーキックです。体を入れる、ノートロップで合わせた、ゴールイン。前半4分、ブリッツ1点を奪われました。あっとスルーしました。マークを振りほどいた、左が空いている、川本いた、これが決まった。前半13分、ブリッツ追いつきました。流した、右サイドから進む、完璧にボールをコントロール、ゴール前チャンスだ、強行突破、おー決まった、逆転ゴール。前半27分、川本確実に決めました。上がっていきます、パスを出す、遠いサイドに合わせた、打った、きた、エクセレントゴール。前半34分、シーシー1点をもぎ取りました。ここで前半戦が終了、ブリッツ2点のリードを奪っています。後半キックオフです。中央を狙った、いった、決まってしまった、ゴール。後半25分、グラーフ確実に決めました。パスを送ります、ファーサイド、打った、きた、入った、ゴール。後半29分、シーシー、チャンスを逃しませんでした。
ここで試合終了。結果は2対4ブリッツ見事に勝利を収め、次の試合に駒を進めます。サッカーを愛する皆さん、ご機嫌いかがでしょうか。再びチャレンジモードの試合をお送りします。チャレンジモード第16戦、ブラジルレジェンズ。実況は私、八塚博。ピッチにはパンツェッタ・ジローラモさんがいます。ジローラモさん、よろしくお願いします。入場口から選手たちがピッチに姿を現しました。それではスターティングメンバーの紹介です。メインスタンドから見て左にブラジルレジェンズ、ゴールキーパーはゲルマール、ディフェンダーはルイス、セガール、ガファー、ニュート、ミッドフィルダーはセレゾン、ジーブ、ソクラウス、ハルク、フォワードにガンジャ、エレ。ブラジルレジェンズ、戦術に関してはどういくんでしょうか。前半の45分が始まりました。前半12分、ボール、このボールはディフェンダーがカットします。キラーパスが出た、クロスボール、ジャンプヘッド、これが決まった。前半12分、川本、チャンスを確実にものにしました。落ち着いてさばきます。さあ、どこにパスを出すか。今のはどうやって止めたんでしょうか。すごいプレーでしたね。後ろに出した、どうなる、いった、決まりました。前半32分、連続ゴールゲット。前半45分が終了、ブリッツ2点のリード。後半も45分が始まりました。コーナーキックとなります。ボレーでいった、あーっと、これはキーパー真正面。ブラジルレジェンズ、戦術変更があったんでしょうか。最終ラインを押し上げてオフサイドを狙う戦術でしょう。サキ、さすがのディフェンス陣です。後半の28分、ボールはブリッツ、どちらが主導権を握るんでしょうか。パコ、綺麗に抜けた、抜いた、押し込んだ。後半28分、ノゲ、チャンスを逃しませんでした。ここで試合終了。ご覧いただいた通り0対3、ブリッツ見事に勝利を収め、次の試合に駒を進めます。各選手戦術に対する理解度は完璧に近いのではないでしょうか。サッカーを愛する皆さん、ご機嫌いかがでしょうか。再びチャレンジモードの試合をお送りします。チャレンジモード第17戦、欧州スーパースターズ。実況は私、八塚博。ピッチにはパンツェッタ・ジローラモさんがいます。ジローラモさん、よろしくお願いします。はい、八塚さん、皆さん、こんにちは。注目の一戦ですね。前半の45分が始まりました。前半17分、紳士、ここでボールを持ちます。蹴った、当てた、ゴール前、どうだ。ディフェンダーが素晴らしいバックアップを見せました。マルドラド、ショートコーナーからどうする、川本、切り返した、センタリング、
これは頭でカットした。ここで前半戦が終了。両者無得点。ホイッスルが鳴って前半が終了しました。後半45分、今始まりました。マルドラド、左が空いている。ここで溜めていきたいところ。よく見ていた。落ち着いてあげた。ああ、これはキーパーが抑えます。チャールズ、この辺で流れをつかみたいところです。決まった。スーパーエクセレントビューティフルゴール。まさにスーパープレーでここは守りきりました。バステン、この辺で流れをつかみたいところです。ダイレクト。おー、